完成しました。そうですね、もうお店で出てくるような一皿に簡単になっちゃいます。おいしいです。おいしい。皆さんこんにちは、デパちゃんのお時間です。松坂屋名古屋店や大丸松坂屋オンラインストアで取り扱っている商品やサービスをたっぷりご紹介するこのチャンネル、本日は入社1年目原口がお送りいたします。早速ですが皆さん、明治屋ストアはご存知ですか？明治屋ストアは創業130年以上の老舗スーパーで、品揃えが普通のスーパーとは一味違う高級感もあるセレブ御用達のスーパーです。今回は明治屋ストアで取り扱っている明治屋オリジナルブランドの商品をご紹介していきたいと思います。なんか出るんですか？こんな出るかもしれない。出ます、ね、やってていいですか？演者の見向いてるんちゃうください。わかりました、はい。商品については概要欄からいつでもチェックできますので、ぜひご覧ください。また動画が面白かった、参考になったというお客様はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は明治屋オリジナルブランドの中でもリピーター続出という、じゃん、美味しい缶詰シリーズの中から2品ご紹介したいと思います。じゃーん。セットには6品も入っているんですね。焼き鯖やホタテのバターソース、つぶ貝、鶏のごま油漬け、牛すじの赤ワイン煮込み、牡蠣ときのこのオリーブ油漬けなんか入ってます。まずはこちら、国産焼き鯖の香味野菜マリネです。こちらはただのサバ缶ではございません。八戸港に水揚げされたサバをしっとりジューシーに焼き上げて、玉ねぎや人参と合わせさっぱりとマリネに仕上げた一品となっております。これは缶切りもいらない簡単に開けれる缶になっています。力が弱い私でも簡単に開けれました。美味しそうです。このままでももちろん美味しいですが、今回はサバサンドにして食べていきたいと思います。内容はこちらです。切ったフランスパンと美味しそうなレタスと、今回のメインジューシーなサバ缶です。フランスパンを開けまして、レタスを乗せます。この上にジューシーなサバをたっぷり乗せたいと思います。サバサバサバサンドにしたいと思います。でサンドして、じゃーん、完成です。では早速先ほど作ったサバサバサバサンドを食べていきたいと思います。うん、おいしいです。サバにしっかり味がついてるので、こんなにボリュームがあるパンにも相性抜群でパクパクと食べれちゃいます。サバがジューシーで酸味もまろやかで、すごいなんか全てが整っている味がします。なんかクリームチーズとかと一緒に食べても美味しいかなと思いました。あのアンチョビの代わりに使うとかでも良さそうです。なんかオイル系のパスタとか私結構好きなんですけど、絶対合うと思います。白ワインとかだと、なんか品種だとソーヴィニヨンブランとか、ちょっとさっぱり辛口で飲める白ワインとか特に合う気がします。あのお茶とかも合いそうな気がします。
相性バッチリです。本当にパカッて開けるだけで一品おかずが増えるので、もう常に私の家には置いときたいと思います。続いてはこちら、北海道産つぶ貝の白ワイン蒸しレモン風味です。この缶詰はつぶ貝を白ワインでふっくらと蒸し、ガーリック風味を効かせた缶詰となっています。では早速オープンしていきたいと思います。もう見ただけでプリプリコリコリがわかるような中身となっております。今回は映えるようにお皿に盛り付けていただきたいと思います。まずは大きな粒貝から、すごい大きなプリプリした粒貝です。粒貝って言ったらスライスしてる粒貝しか食べたことないので、すごい楽しみに。完成しました。そうですね、もうお店で出てくるような一皿に簡単になっちゃいます。こんなに大きいです。白ワイン蒸しって書いてる通り、すごくこの粒貝を噛むごとに白ワインの風味がすごくします。こんなに大きいのですごく噛み応えもあって、もう貝のいいところ全部のせっていう感じです。これだけしっかり味付けできるっていうのはやっぱり家庭では再現できない缶詰だからこその。白ワインだとシャルドネとかちょっと甘みが強いものもすごく合うのかなと、あとスパークリングとかも合うと思います。これ実はレモネードなんですけど、レモネードもすっごく合います。なんかちょっと晩酌したいっていう時に、何かでも一品欲しいっていう時に、こういったつぼ貝の缶詰があると、なんかワンランク上の晩酌タイムになるんじゃないかなと思います。今回紹介した明治屋の美味しい缶詰シリーズは大丸松坂屋オンラインストアで取り扱っています。ご興味持たれた方、ぜひご注文お待ちしております。またこの動画が面白かった、参考になったという方は高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。